本音がダダ漏れ、漏れ漏れ漏れです。テンプル騎士団最後の総長なんて言っても、もろもろ責任押し付けられた挙句、トドのつまりは汚名を着せられて火あぶりだもん。こうやってドロッドロの異端に向かっちゃうのも仕方ないよね。とはいえ、召喚されたからには主としもべ、クライアントとプロフェッショナルだからさ。フォーリナ・ジャック・ド・モレン、あなたを守護する盾となりて務めましょう。冷気が温まってきたぞ。格好は逆に涼しげだけど動きやすいし、ん？時々前の格好にも戻ってほしいの？おやおや、マニアックだね。仮を作っちゃったかな。幸福よりは死を、なんて騎士団の建前もありましたっけ。下手に捕虜にでもされちゃうと賠償金がすごくてさ、そうでも言っとかないと敵も味を占めて味方もちゃっかり怠けるようになるわけ。でもまあ、もしマスターが人質になったら命を差し出すくらいの働きはするからさ、安心してよ。うん、しっくりなじむ。けだしフォーリナって感じだ。この異端なる姿を顕現させたのは浅ましくて嫉妬深い人民たち、臆病者の教皇、容姿端麗と強欲ばかりが取り柄の王、そして私の弱さ。ああ、何もかもドロドロのぐちゃぐちゃに復讐してやろうって思ってたのにな。先に世界の方がまっさらになっちゃってるなんてね。ついてたね、マスター。おう、君も本気で怒ることあるんだ。冗談だって。私は笑うべきだった。火あぶりにされたその時ですらも高らかにパリ中に響き渡る声で笑うべきだった。笑いは悪魔のもの、笑いはあざけり、笑いは誘惑。聖書に記された神の子は一度たりとて笑うことなど知らず、哀れみ顔で涙を流してばかりだ。私もそうあるべきと信じていたけれど、私は笑うべきだった。笑いは悪魔のもの、いや違う、動物は笑ったりしない。笑いは人間のもの、人間の本性だ。この世のすべてを呪い尽くす前に、私は心の底から笑ってみたかった。生まれて死んでよかった。こんなにも世界は面白いんだってさ。どういうわけで史実と異なる女の肉体なのかって、まあ話せば長いんだけど、要はルラプス。私がさ、
人間の良心も神の愛も信じきれず異端に走っちゃったってこと。英霊の器なんかじゃなかったんだよ。ん？属性秩序善でセイバーのジャック・ド・モレー？やだなあ、そんなのいるわけないってば。もしいたらシテ島の下に埋めてもらっても構わないよ。なんもやる気が起きん。こんな日はそうだな、騎士団入会のイニシエーションごっこでもするしかねえな。はい、ひざまずいて目隠しつけて。いくつか質問します。嘘ついたら殺します。マスターは既婚または婚約中ですか？健康ですか？他の組織に属してませんか？借金とか買収とかしてませんか？こういうの初めて？緊張してる？経験人数は？召喚の。最初の相手は？どんな感じだった？痛くしていい？もっとやろっか。ねえねえ、どこか出かけない？得意点とかじゃなくてさ、カフェで食べて映画なんか見てさ、ジンギスカンでも食べに行こうよ。そうだね、今度ね。ああ、そうね、いわゆる騎士とはちょっと違うんだ。神様に仕える戦士だからさ。元は貴族でもその権益を捨て去った修道士だし、軍馬だってわざわざ二人乗りで倹約したりしてね。マスターと寄り添って一頭の馬にまたがってみるのはいいかもね。時々思い出すんだ。テンプル騎士団にも入会する前、ただの若者だったジャックが毎朝毎晩剣と乗馬の稽古に明け暮れてさ、いつかは海の向こうで一人前の騎士として身を立てるぞって憧れてた頃を、エルサレム王にうやうやしく貸し付く場面を空想してみたりとかね。この記憶、本物かな？は？今なんて？ちょっとメガネを外してみて。普通に嫌だけど、だからダメだって。ノン、パボン、パタツ。嫌です。十殺すぞ。ご協力、お願いします。あ、ちょっといいですか？お話よろしいですか？はい、そうなんです。我が敬い奉る神は、豊穣の聖母。その聖は女であり、かつ男でもある。すべて男は女の性よりいずるがゆえ、好きなき夜にほとばしる熱き見栄を捧げんとすれば、惜しみなく恵みを授ける慈愛の女神。というわけで、現在すべての方が不足しておりまして。これがマスコット？かわいらしいペット？プフ、まさか。こいつは私を見張ってるの。寝ても覚めても四六時中で、もううんざり。そもそもヤギって乱暴だし意地が悪いし、臭いし美味しくないし毛はちょっとしか取れないし、好きになれる要素が全くない。いや、でもそれなら生贄、スケープゴートにはちょうどいいか。
便利。何でもできるわ。ん？マスター、何か言いたげな。はいはい。国際的なネットワークを築いた銀行業の先駆けとして、資産運用の才能を生かしてみる気はですか？カルデア銀行の夢を描けとか？いやいやいや、言ってみればテンプル騎士団の莫大な富こそ呪いの源、不幸の元凶でしょ。それにそもそも我が神は世俗の富には関心がないし、満足は富に勝る、女の欲するは神の欲するですよ。私がここで退屈してないか心配してくれたんだ。我々にはすでにマスターっていう最大の担保があるんだから、誰かさんみたいに焦げつかないように気をつけて。ところでフォーリナーってさ、魔力が高まって深淵に迫るとだんだん狂気に蝕まれてくイメージなんだけど、どうよマスターから見て。自分からバリバリ狂ってるぜなんて言い張る狂人もいないか。もっとと相性が良かったのかな、それとも。まあいっか。